ちゃんとやれよ。ということでやってきました。ズンズンチャンネル。ズンズンチャンネル。今日はね。ダブ。何ダブちゃうよ。なんか変わったでしょ。何が？あのやり方がなんかこうやって僕ジュニア君と喋るのとかないですよ。今日そのダブなんか聞かんよ。言うてんの？僕ダブしかできない。ちゃ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 お前。うまい。ウーバーイーツともやらんへん、はい、今日は。あ、来ました。僕にやっとインタビュー来ます。なんで本当誰もお前のこと知りじゃない。みんな知ってるわ、お前元リスキーダイスの坊主や。現役坊主や。そうそうそう。ちゃうねん、お前にな、ちょっと聞きたいことがあったんですよ。はいはい、なんすか。好き嫌いあります？好き嫌いって人のですか？ちゃうよ、食べ物。あ、食べ物。僕ね、ほんまにこれだけは誇りたいんですけど、マジでないです。いや、あのジュニア君とか少ないじゃないですか。俺は、まあ、こんな大人でなって、はいはい、好き嫌いあるとかちょっと言うの恥ずかしいんですけど、はい、キュウリだけ食べれないんですよ。そうなんですよ。前キュウリのたたき頼んだらブチ切れられましたもんね、はい、だから、はい、もうちょっと好き嫌いない人のために、はい、今日は、はい、あの特別に用意させていただきました、はい、高級食材。高級食材。あ、京都用の牛やし、はい、高級食材、はい、頼みました。あ、うまいですね。もうあります。あ、あるんですね。もう来てるんです。隠しますか。はい、お願いします。隠れるもんなんですか。なんすか。カブトムシ。なんすかそれ。カブトムシです。はい。いや、虫ですやん。そう。いや、高級食材。違う、その、あの、お前好き嫌いあるって言って、うん、昔小学校の時は、ないって言ってたら、お前じゃあ、あれとか食えんのみたいな。虫とか食えんの。いや、それって、おかんが出してこうへんじゃないですか、別に。やばない。これね、ほら見てください、これやばない。これやばないですか。こうオスとメス2匹これあの3000円で買いました。ジュニア君まあまあ高い。3000円で買いました。高級食材食ってみよう。やめません。なんで何言うたやん。好き嫌い。好き嫌いはあ、ありました、ジュニア君。ないよ。これ塩かかってるんですよ。もう。ちょっと待ってください。しかも、何すかこれ。竹雄東京。なんかわからんけど、はい。ダダが送ってきて。ダダなんこれ。いえ、それダダに食わした方がいい。ダダが、はい、サイト送ってきて、はい。これ文句くんと食べてください。めっちゃだるないっすか。あ、ええよ、つって。いえ、ジュニア君食べはるんですか。いや、ただな、俺な、カブトムシってキュウリ食べるやん。はい。だからこれキュウリ食べてるカブトムシの気すんねんな。ちょ待って、ちょ待って。もうそんなん言うたら、あかんくないっすか。なんでなんか。じゃあね、カブト食うのはいいね。はい。もうなんか。ただ、キュウリ食べてるカブトは無理やん。はい、牛草食うから俺野菜食べへんねんみたいな。なんかわからんけど。もうあげましょう。うわーちょっともう、じゃ、ジュニア君、ちゅちゅ、あの、ゴキブリですやん。カブト。いや、もう、ゴキブリも見て、フォルム。ちょっと見ていいですか、僕も。いいよ。ちょ、皿持ってくるわ、皿。マジで嫌。うわ、やっべ。え、これ、どうしてんすかこれ。これ、乾かしただけですか。取ってきたやつ死んでるだけとかじゃないですよね。これ、このまま食うんかな。食塩相当 0.3g なんで、うん、多分、やんわり。塩の味するやろ。はい。で、害虫を避けるため、チャックをしっかり閉じ、お早めにお召し上がりくださいと。もう食べなかんねん。食べれるんですね。もう食べなかんねん。けど僕、オスはちょっと怖いっすわ。じゃあ俺オス一匹食うから。え、食うんすか。え、ジュニア君食えんすか。いや、それはもうジュニア君食べるんやったら。いや、オス食うからお前メス2匹食え。それちゃいますやんか。いや、そりゃそうだろ。いや、それ…で、アーチメス1匹食う。なんで。え、3人おるやん。一人一匹。ちょっと待ってください。僕ね。いやでもこれ食うたら、もう最近な、はい、もうやばいやん。台風、地震、はい、もうなんかいろいろあるでしょ、はい。食料なくなったらどうする。虫食べなあかんくなるやん。ああ、なるほどね。それの時の、これもうあれですよ。まあ、けど確かにこの虫を僕らギャーギャー言うてますけど、まあどこの国かわかんないですけど、食べてはる人も多分おるんですよ、ね。そうそう、おるんですよ。そういう人にもは悪いですよね。だから食べましょうよ。買ってんから。いや、まあ3000円。1匹1000円。高いわ。お肉でええやん。お肉巻こうか。お肉巻こうか。やばいって、それは。いやもうそれはもうなんか嫌やわ、もう。それも嫌やわ。え、このまま食うじゃあ。え、これは炒めんでええんすか、そのまま。いや、もうこのまま食えるらしいね。このまま食うか、はい、なんか肉巻く。
肉巻き。ハラミとか。タンとかね、タンとか。いやいや、やっぱり、ね。このまま行く？素材の味がわからんくなるんで。ちゅちゅ、もうやばいって。俺もう、カブトムシ飼ってた時、そんなんやったもん、死んだ時。どこ食うんすか、ね、いや、言うたらね、ちょっと。ジュニア君、このエビカニに近い生物ですって書いてるじゃないですか、うんうん、やっぱエビカニ甲羅食わないじゃないですか。いや食うでしょってことじゃないですか。これ食えるんじゃん。スナック感覚で甲羅いけってことですか。どこがうまいんすかね逆に。足食うわ。いやけど腹ちゃうんすかやっぱ思う。でも一口でいこうか。ジュニア君食べてくれるでしょ。俺はオス食うって。じゃあ僕メス食べます。僕から食べます。そしてあと一匹余るやん。それもう完全ダダでしょ。いやアーチやろ俺とかやってももう思んないって。いや声だけが入るやん。思んない思んない。もっと面白い人がおる。やっぱさ3匹あるやん。こういうの分けやなあかんやん。どう思う、はい、癒しよな一人で2匹は。癒しくない。いやいやもうなんかそうっすね、うん、せっかくさ、そうっすね、盛り上がってこや。まだテンション上げないと俺下がる一方や。俺食えないですよ、これ。まあまあなテンション上げないと。いやいや、余裕やって、こんなん。俺行きますわ。うわっ、ちょっと待って。なになになに、余計怖い、ね、余計怖い。なになになに、僕今から食べるんですけど。美味しく、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 美味しく行きましょう、美味しく行きましょう。ちょ、俺無理や。無理とかない。いや、無理は。むっちゃまずいわ。けど羽はもうちょっと取りたい。まだなんか残ってる。マジで嫌やわ。これちゃんと料理してないんじゃん。そっちのクレームはおかしいでしょ。そっちのクレームはおかしいでしょ。料理はしてないですよ。塩の味せえへんで。土の味したってなんか。足やったかな。マジで？これ火通さなあかんとかじゃないっすょ。もういけない。から好きな味付けにするっていうもんでしょ。え、そうなん？え、そういうことだ。食材として来とるだけ。ちょっと待って、歯にな、はい、足入ってる。これを、やっぱり、一般に食べてる人にも悪いんで、僕食べますわ。おぉ。おぉ、はい、いや、楽じゃろ。ちょっとテンション上げさせてください。オッケー。しゃあ食べますよ。いただきます。ありがとう。もう入ったらいいやん。うん、もう、なんか俺もちょっとお腹おかしいな。うん、ばば。何言うてん。なんつった、なんつった。なんつった今。ばばばばやから。もう、こう、はぁちょ、もう、流し込むか吐くかどっちかにしろよ。もう、このまま行くぞ。ちょ、待って、お前口から。そう、なんか出とんねん。木から出とるんやって、口から。ちょっと跳ねてる。もうや、あもう。おめんぼう、うーとか、ばっばばば。ほぉ。あ、ほぉ食べた。もう食べた。口に跳ねついてる。足じゃない。文句、こっち向いて。どこ。ジュネ君取って。ジュネ君取って、どこ。どこ。口にどの辺ですか。ちょっと待って、口にカブトのカスついてる。え、どこですか。そんなことあります。あるってつほくろみたいな。そんなあるわけないじゃん。はい、それどうやった。くっさい。わかります。土臭さというか分からへんけど、なんか噛むたびに鼻から
わかるわかる。わかります。なんか変な話だよね。じゃあ、締めていただきます。もう締めよう。え、ちょっと待ってください。話しちゃうな。何がよ。いや、まあ、この辺のことやったらまだ足。ちょっと飲んでいいですか。一匹だけ食うわ、ここで。そんななんか、俺もさ。で、行くで。はい。じゃあ、何やねん。ガリッていかないともう、ためらったら終わるっす。うお、いったいったいった奥歯でパリッといってください。出たー食べないやん。出たそういった何回も行くタイプの人や。ジュニアがアメちゃんちゃいます。あ、ちゃん出た2回目断念。出たちょっと、じゃあ柄色という、柄入れということで奥まで奥まで、くっとくっとになる。出たまた出た全然怖い全然怖いませんやん。行くで。お、奥まで、奥まで。じゃ、転がしたらあかんさ。したら転がすんちゃうす。鼻から息してください。鼻から息してください。くさないっすか。くさないっすか。涙泣いた泣いた全米が泣いたやつよね。もう完全これやばいわ。うんうんうん。えずきましたよ、今。ほんまに。おっさんのドンさんみたいな。うおー上がってきてたんすやん。イーさんが。ああ。すごい。だから、ここはもう、虫味噌を吸ってもらって終わりました。終わりました。土曜の虫の日。うん。いちいち見せんでええねんか、お前。じゃあもう食べ物で遊ぶな。はいはい、すいません。じゃあすいません、はい、うわお前男やな。何も出てこへん何も出てこへん。びっくりした。乾いた音しか。乾いた音笛かな思った。笛かなと一回音だけ。ちょっと待ってもう一回やって。手離して。食べ物で遊ぶな言ってたんすよ。ということで、はい、今日はこんな感じで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ずっとじゃあ出る。